皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。国産スポーツカーと有名な日産のスポーツカー GTR R3 大型はスカイラインから脱退したブランドであり、世界的にも有名な車です。そんな GTR ですが、今回はそのニスモ仕様について紹介しようと思います。では最後まで見てください。日産が生み出したスポーツカーである GTR ですが、 R3 大型のニスモは2013年に登場しました。スポーツカーチューニングを続けてきたニスモの結晶であり、パフォーマンスとレーシング性を両立したスポーツカーです。 3.8 リットルの V6 ツインターボエンジンはニスモ専用のチューニングであり、レーシングカーにも採用される高効率大容量のタービンを使用しています。最適な点火と噴射量をコントロールするインジェクター駆動回路を採用し、最大出力は 600PS、最大トルクは 652Nm です。フロントとリアには特注のビルシュタインダンプトロニックダンパーが採用され、厳しい状況でも路面を離さない走りをして走行クオリティを維持します。また走行中には3つのパターンのサスペンションモードが選択できます。このサスペンションを活かすために、ホイールはワイドリムと光合成ハブボルト、そしてタイヤは専用のニスモ仕様となっています。続いて外装は空力を高める装備として、フロントにはカーボン製バンパーとアンダーカバーのエアストレーキを、リアにはカーボン製のスポライターが採用されています。空力性能は最新のシミュレーションによって開発され、高速域で大きな力を発揮します。ダウンフォースは時速 300km で 100kg が加わり、四輪の接地変動を最小化しバランスを確保しています。インテリアは人間工学によって設計されたニスモ専用のバケットシートになっており、ドライバーを支えます。その後2017年には改良が加えられ、性能が上がりました。ニスモ専用のフロントバンパーはカーボンファイバー製であり、カーボンファイバーシートをいくつも重ねて精巧に作ることで、さらなる強度を拡大しました。エアロにもこだわりがあり、空力のもたらす流れにより、ホイールハウスの空気を吸引し、ダウンフォースを発生させています。また内装はよりドライバーを意識した構造になっています。マルチファンクションスイッチにより、ナビを手元で動かすことができ、ディスプレイのサイズも見やすいように大きくなりました。また高品質のアルカンターラレザーが採用されており、ニスモとしてのブランドを高めています。2020年モデルになるとさらなる進化をしており、ルーフエンジンフードフロントフェンダーバンパートランクリッドはカーボンを使用し、車両の重心点から遠いパーツに着目することでコーナリング性能を向上させています。ルーフにはより低比重の素材をサンドイッチ構造にすることで10キロの削減をしました。またフロントフェンダーにはカーボン製のエアダクトが装着されており、エンジンルームからの熱を逃がし、またエンジンルーム内の内圧を下げて、エアダクトの排出風によってフェンダー外表面の油速を下げる構造にもなっています。座席には新開発のレカロシートを採用しており、激しい走行でもドライバーをしっかりと支えることができます。さらにエンジンでは GT3 レーシングカーに使われている新型のターボチャージャーが使われており、モンスターマシンの進化を遂げています。タービンブレードは開発されたニスモ専用の仕様となっており、レスポンスが向上しました。これによってコーナーの立ち上がりでも勢いよく加速することができます。タイヤに関してはエンジンの拡大化に伴い、新開発のブレーキが使われています。これは世界最大級のサイズを誇る高性能カーボンセラミックブレーキであり、ニスモにふさわしいパーツです。今回の動画はいかがだったでしょうか。 GTR シリーズの最前線となる R3 大型のニスモはまさに日産の全てが詰まっている車でしょう。公道も楽しく走れる国産スポーツカーとして最先端の技術がふんだんに使われているので、気になる人は購入してみてはいかがですか。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではさようなら。